Let's go to the Lux TV をご覧の諸君、悪の大王ブーヤさんだ。そして俺様を取り巻くように佇むアホどもはラクシーのメンバーどもだ。アホって何やつ、ほんまにやめよう。そういうのやめようって。そういうのやめよう、ほんまに。今回重要な話があり、諸君らにこの動画をお送りしているわけだが、一体どんな内容かわかるか。はいはい、ケニー。解散。違う。ああ、違う。解散などしない。よかった。はいはい、マーブ。ブーヤン脱退。それも違う。解散もしなければ脱退などもしない。はい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 、うっしゃい。ブーヤンさん性転換手術による脱退。違う脱退。違う違う脱退。絶対脱退せえへんし、性転換手術もしない。脱退絶対。絶対もしない。あ、それでこれない。ダチャちゃん悩み無用。違う、悩み無用じゃないよ。誰が小さくて悩んどる。誰が言うなお前。え、絶対分かる。そういうことではなくてだ、2017年、ラクシティはなんと10周年を迎えるのだ。あ、おめでたい。10周年です。おめでとう。そしてそれを記念して、我々ラクシティの主催イベントが決定したぞ。うわ。そのイベントタイトルはズバリ、アクフェス。あい。あいですね。アクフェス。よくある。ありきたりなやつや。アホな諸君らでも覚えやすいように簡単にしてやったぞ。そして素敵なゲストバンドもキャスティングしてやったぞ。まあ何より諸君らと共に我々の10周年を迎えられることがとても嬉しい。記念すべき第1回のアクフェスは3月20日、場所はアメリカ村ドラップ。プレイガイドは1月25日販売開始。ぜひぜひ会場に祝いに来てくれよ。そして我々の10周年に花を添えてくれるバンドは2月1日に発表する。ラクシティの公式ツイッターホームページもしっかりチェックするようにな。それではなにわのポップンメタリーもラクシティでした。ラクシティでした。ラクシティでした。ちょっと待って。そういうのやめよう、ほんまに。ほんまにイメージやるから、イメージが。